いや仕事疲れたな。そういえば今日って2月14日だよな。なんか今日大事なことがあった気がする。ねえねえ、はなちゃん、はなちゃん、今日ってさ何の日だか知ってる？今日は2月14日。2月14日といえば何の日？バレンタインデーじゃないですか。そうですね。はなちゃんチョコちょうだい。私ないですよチョコ。チョコ持ってきてないですよ。僕はね今ね全国のねトラスト企画ファンの男性の皆さんの気持ちを代弁して言ってますから。何ですか？はなちゃんのチョコ欲しい。需要あります？私のチョコ。当たり前じゃないですか。バレンタインとか思い出あったりします？バレンタインの思い出。苦い思い出しかありません。苦い思い出しかない。いや嘘嘘。ちなみにはなちゃんはチョコ誰かにあげたことあるんですか？なんか私チョコをあげるっていうことはあんましたことがなくて。あ、そうなんだ。でも逆にもらったことあります。え、どういうこと？なんか 2年生と3年生はフィリピンの学校の方行ってたんですけど、あ、なるほどね。バレンタインの時期になると、なんか売店でそのローズが売ってるんですよ。バラ、バラ、いいね。それで男子が買ってきて好きな子にあげるみたいな。あ、なんかあれだよね、こう国際的に見るとさ、バレンタインデーってチョコじゃないもんね。チョコじゃない、なんかギフトだもんね。ギフトで、それでバラをもらったことはあります。かっこいいね。バラもらうんだ男の子から。うん、阿部ちゃんのバレンタインデーはね苦い思い出しかありません。苦いチョコを食べたってことですか？いや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 、もうチョコもらえなかった。チョコもらえない。ギリチョコばっかし。いやでも、はい、今ね動画見てる皆さん、はなちゃんのチョコ欲しいですよ。今日バレンタインデーですよ。いやみんな欲しいかな。欲しいに決まってるじゃん。いやでもたくさんお世話になってるんで。そうですよね、本当皆さんのおかげで YouTube できてますから。あげちゃいます？チョコちょっとこれは還元した方がいいんじゃないですか、はなちゃん。いやでも、ステッカー見たく、その全プレしちゃうと、ちょっとミークに怒られちゃうんで。これ的な、これ的な。何がいいかな。でもチョコ欲しいな。チョコ、あ、わかりました、はい、新しく自社サイトが、オープンしたじゃないですか。前生放送でね少しお話ししましたけど、この自社サイトではなちゃん、この自社サイトでやばい、緊張してる。みんなにチョコあげるの緊張しちゃってます。ブル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 、はい、1000円以上購入した方に、お、私のオリジナルチョコ、なんと3種類、マジっすか、150名の方にプレゼントします。イエーイイエーイ。何それ、はなちゃんチョコ作んの？オリジナルチョコ作っちゃいます。すげー、皆さん、はなちゃんの手作りチョコもらえるらしいですよ、男性の皆さん。ある意味、はい、手作り？ある意味手作り。実はちょっともう用意してあるんですけど、わ、3種類って言ったじゃないですか、はいはい、味の方がミルクとホワイト&クッキー、うん、すげー、もう仕込んであるわけですね。もう一つがいちごミルク味なんですけど、はい、わー、すごいすごい。どこがオリジナルかっていうと、ちょっと説明してください。はなちゃん作るんですか？手作り、まさか。ちょっと作るのはちょっと味とか自信ないんで、またまた包装とかに力を入れようかなと思って。あ、なんかあれですか、もしかしてあれかな、あれ、まあまあまあ、じゃあ1種類だけ特別に公開しますね、うん、お、もうできてるんですか？ちょっとデザイン、デザインがあるんで。お、すげえすげえ。ドゥルーン、うわ、はなちゃん着物の時のやつだ。そうです、かわいい。見てください、これがチョコに、これがチョコになるんですよ。うわ、すごいですね。でこれがあの1種類のうち、はい、あ、3種類のうちの1種類なんですけど、うん、残り2つはちょっとシークレットなので、うわー、匂わせますね。シークレットなので、はい、そのうちのオンラインショップで1000円以上購入した方は、うん、はい、残りの2つシークレット一緒に、これと一緒に届くので。わお、すごい。届き次第分かるって感じですね。なるほど、皆さん買いましょう、もう今すぐ買いましょう。え、ちなみになんか、はい、オンラインショップってどういう商品がラインナップされてたり
するんですか？そうですね、うん、例えばこちら今人気ランキングがトップページに出てるんですけど、うんうんうん、マスクとか、あ、マスクね、ニスモのマスク、うん、1ケースのマスク、あとうちのオリジナルカレンダーだったり、うんうん、トラスト企画のマスクもありますよね。ありますね。カテゴリーから、うん、あ、じゃない、メーカーからいけるのかな、あった、トラスト企画ってセレクトしてもらえれば、これですね、うちのカレンダーとマスクとあとステッカーとかもね、うん、ありますね、はい、いろいろグッズがあるんですけれど、いくら以上でしたっけ？1000円以上。1000円以上、税込み1000円以上。うわ、これすぐ皆さんすぐ買いましょう。もう即クリックです。なので、あのうちのマスクとか購入してもらえれば、うん、期間、そうだ、期間説明してなかった。あ、確かにね、期間を設けないとちょっと確かにずっと応募来ちゃうからね応募来ちゃうんで、はい、期間は今日2月14日ですけど、2月14日今日のバレンタインの日から、はい、今週の日曜日、はい、2月20日までの1週間が対象期間となるので、なるほどなるほど。それまでに1000円以上購入していただいた方には、はい、私のオリジナルチョコがもらえる。めちゃめちゃいい。俺もすぐ買おう。あの社員ダメです。あ、社員ダメなんだ。社員ダメです。がっくり。うん、見てる方優先なんで。なるほどですね。はい、すいませんでした。手しゃばりました。ちなみに、はい、例えばさ、1000円でしょ、うん、1人5000円買ったら5セットもらえるんですか？あ、そういうわけにはいかないんですよ。あ、厳しいですね。ちょっとずるい、強欲な人はダメですね。強欲とか言って、強欲とかダメですね、はい、そのお一人様、はい、1回の注文が対象になるので、うんうん、例えば5000円分の購入を5回に分けてチョコをたくさんもらおうとしてる人はアウトです、うん。まあ、買っていただいてもいいですけどね。買っていただいてもいいんですけど、はい、あのチョコは1回の注文にしか使わないので。あ、なるほどね。そこは注意点ですね。じゃあお一人様1回のみと。1回のみの。なるほどなるほど。じゃああとさ、なんかさ、まあすぐ来る商品はいいんですけど、うん、例えばほらなんか納期かかる商品とかあったりするじゃないですか。あ、そうですね。あれ買っていただいた人とかもチョコもらえるんですか？チョコもらえます。わ、対象商品は、うん、あの今出品されてる全部の、はい、商品が対象商品なんで、すげえすげえ、取り寄せ品を購入していただいた方でも、うん、チョコはもらえるので安心してください。わー、すげえ。はなちゃん考えてますね、だいぶ。いや、そう、かわいそうですもんね。せっかく頼んだら届かない。そうですね、納期がかかってね、商品と一緒に届くんだったら3ヶ月後とかね、うん、なっちゃうから、じゃあチョコだけ先に届いちゃうって感じなんですね。そうですね、結構納期がかかる方に関しては、うん、あの別途チョコを先に送る形になります。めっちゃいいじゃないですか、めっちゃいいじゃないですか。まあ、なんで、うん、早めにチョコが欲しい方は、うん、あの、うん、取り寄せ品じゃなくて、うん、ストックしてる在庫品、なるほどね、うちのマスクとか購入していただければ早めにもらえます。なるほどね。それで取り寄せ品と在庫品の、あの区別なんですけど、商品説明に、はい、これは在庫品なのでないんですけど、はい、うん、例えば、あ、取り寄せ品って書いてありますね、うん、ここにちゃんと取り寄せ品って書いてあるので、うんうんうん、確認する際は商品説明をちゃんと確認してからご購入いただければと思います。なるほど。ちなみにさ、はい、この新しい自社サイトって、うん、まあ、一回生放送でさ軽く紹介しただけだと思ってたんですけど、そうですね、ちょっと今一度どんな感じだか見てみましょうよ。そう、まあ、リニューアルポイントみたいなところなんですけど、うんうん、はい、ここですね。 TK ポイント、何ですか TK ポイントって？小室哲也ですか？知らないんですか？小室哲也ですか？違いますよ。TK ポイントとは、はい、トラスト企画のオンラインショップの独自のポイントサービスです、うん、わお、 T ポイントじゃないんですね、 TK ポイントですね。 TK ポイント、 T ポイントではないですで、ポイントは100円につき2ポイント貯まる、はい、100円で2ポイント、うん、ポイント1円1ポイントから使えるので、はい、1ポイント1円なんですね、うん、めっちゃいい。で、結構2000ポイントとか貯めていただければ、うんうん、オリジナル商品だったり、ここにある非売品サイン入りステッカー、オリジナルグッズもらえるので、すげえ欲しい。トラスト企画の大ファンだよっていう方は、うん、
ポイントも一緒に貯めていただければと思います。さっとそうですね、チョコ買えばね、うん、まあ、チョコのために何か買えばポイントも貯まる、チョコももらえるしポイントも貯まるっていうことですね。ポイント貯めていけば花ちゃんの非売品ステッカーがもらえるかもかもかもね。え、このポイントってちなみにあれですよね、うん、グッズに交換しなくても普通にお買い物で使っても大丈夫なんですよね。あ、そうです。めっちゃいいじゃないですかこれ。2通りの使い方ができますね、うんうん、1ポイント1円っていうのがいいね、うんうん、結構パーツ高いですからね、うんうんうん、たまりやすいとかなとは思います。なるほどね、うん、めっちゃいい。で、あとチョコの発想についてなんですけど、うんうん、まあ、ある意味手作りチョコなので。なるほど。ちょっと今頑張ってるわけですね。頑張ってるんですよ。今頑張ってるんだ。頑張ってるんで、はい、あのご注文していただいてから、うん、まあ在庫品を注文していただいた方には、うん、まあ土曜日とかまでには発送できるように、うんうんうん、発送できるように頑張ります。まだチョコ手元に来てないっていうことですもんね。そうなんですよ、ね、なんでまあ届き次第、チョコが届き次第発送になります。なるほど。これは皆さん2021年最初のいいことかもしれない。マスク、今回ほらマスクが前回マスクプレゼントやったじゃないですか、うん、マスク当たらなかった人もすぐ買っていただければもうもらえるってことですもんね。あ、そうですね。先着なので先着なので、まあ、早めにご注文していただいた方が、うん、はい、もう今これ見てる間にもうすぐクリックしに行った方がいいですよやばいやばい、まだ行かないで。え、先着、先着150名ですね。先着150名。結構ね狭きもんですよ。速攻で150名いっちゃうと思う。なくなるかな。まあ余ったら全部阿部ちゃんに食べてもらうと思うんで、ね、俺太らせてどうするんですかどうせみーくんが全部食べるんです。あ、そう、甘いもん好きですもんね。僕甘いもんダメなんで。確かに確かに。そうそうそう。じゃあちょっとね、はい、これは皆さん見逃せないですね、うん、初のバレンタイン企画、はい、しかもはなちゃんオリジナルのチョコですから、これの他にもね2種類シークレットな写真が印刷されちゃうわけですね、うん、そうですね。特別にバレンタイン企画用に撮った写真なんで。取り下ろしってやつじゃないですか。まあ誰も見てない、見てない非公開の写真集みたい、はい、まあ、ということなんでね、あのトラスト企画の動画いつも見ていただいてる皆さんに、まあ、今回素敵なプレゼントということなんで、うん、ぜひね、あの概要欄の方にこちらのオンラインショップのね URL 貼っておきますんで、はい、もう何買っていただいても結構ですから、うん、もう安いのでも高いのでもできれば高いのがいいなまあ、チョコがメインで欲しいっていう方にはうちのステッカー2枚とか買えば1000円いくと思うんで。なるほど。じゃあぜひよろしくお願いしますお願いします。はい、じゃあまた違う動画でお会いしましょう、はい、またねー。